ダース・ディットマン・ミケルセンは、デンマークの俳優である。ザ・キリング、キリングで演じた、コッペンハーゲンの市長選候補トロールス・スハートマン、シャーロック・シーズン3の悪役チャールズ・アウグストス、マグヌセン、ネットフリックスで放映された、ドラマ、ハウス・オブ・カード野望の階段のロシアの大統領、ビクトル・ペトロフなどのキャラクターで、世界的に知られている。弟のマッツ・ミケルセンも俳優である。 ミケルセンはコペンハーゲン近くのグラッド作戦で生まれた。彼の実定マッツ・ミケルセンも俳優である。高校卒業後、デンマーク陸軍に入隊している。その後コペンハーゲン大学に入学して、生物学を学ぶが中退し、生活の糧を稼ぐため、ヨーロッパ各地でパントマイムやジャグリングを行うストリートパフォーマーとして活動していた。彼は27歳の時に、 デンマーク国立演劇学校に入学し、1995年に卒業している。世界中で放送されたザ・キリング・キリングに加え、彼はゾーズ・フー・キルとボーゲン3の日本の国際展開されたデンマークドラマにも出演している。BBC の制作したドラマシャーロックに出演し、狡猾でシャーロックが剣をする教科を。 チャールズ・アウグストス・マグヌ戦役を演じた。母国語のデンマーク語に加え、流暢なスウェーデン語、ドイツ語、英語を話すことができる上、外国語の名りもいくつか習得している。彼はインタビューで、兄弟でモンティ・パイソンのレコードを聞き、コメディスケッチを見ることで英語を覚えたと語っている。女優の姉でストゥベルベクと結婚しており、ルーとトとアの二人の息子がいる。 二人は1986年から交際を始め、1989年に結婚した。薬代は日本で公開されているものだけ記載した。ありがとうございます。